西鉄線系電車広島電鉄3000系、電車本通り、2015年3月撮影3008号1201系、1301系ベースに改造対抗国があり、ノーモモイロラインが日本広島駅付近、2007年9月撮影3005号1101系ベースに、改造2015年7月廃車、ミャンマーへ上途線打車庫、 2008年6月撮影3006号両端は1201、軽中間車は1101型をベースに、改造2015年7月廃車、ミャンマー以上と広島電鉄3000系電車は、1979年に広島電鉄に改造配置、在籍中の路面電車車両である。一時気象改造を経て、営業運転に充当され、 あとに3000型に改造された1300型もまとめて記述する。詳細は西鉄線軽電車を参照1953年西日本鉄道の北九州線に1000型が導入された。その後1954年に福岡市内線にもほとんど同仕様の車両が登場した。北九州線では1000型で統一されたが福岡市内線では製造時期。 製造会社などで1 1 0 1系、1 1 0 1系、1 2 0 1系、1301型に分けられた。福岡市内線の第一次路線廃止が行われた1975年により、広電に移籍し始めた。西鉄より、1 1 0 1系、1 2 0 1系、1301型が1976年に譲渡された。譲渡された車両の中に、元1001型はなく、 1101型は5編成あった、うちの2編成が譲渡され、譲渡されなかった車両は、他の事業者に車両としては譲渡されなかった。1201型は9編成のうち8編成が譲渡され、譲渡されなかった1205編成は、筑豊電気鉄道に譲渡された。1301型は6編成のうち2編成が譲渡され、譲渡されなかった1301から1304編成は、 地区電気鉄道に譲渡された。先に1301型が譲渡され、小改造で運用を開始。あとに1 0 1系、1201型も到着して、全面的に、車体修繕されて、3000型への改造まで荒れて車庫に留置された。まず、9201型を3連接車に改造、広電発の3連接車として導入され、 市内線と宮島線との直通運用に充当された。その後1101系改造車も登場。そして先に1300型として登場していた車両も改造し、全部で8編成が登場した。1300系の改造ポイントに加えて、以下の点が改造された。なお、1101型を改造した車両は、窓の天地寸法が大きいので見分けがつく。特に3 0 0アコブでは、 C 社の未1百0 1型からの改造であり、窓の寸法が若干異なる。台車は1201系、1301型が履いていた、日立製作所製、クる13、川崎車両製 KS117、KS117A を引き続き使用しているが、不足分2台は1101系の KS111 を3007アッコ部の中間台車として使用した。車両の製造時期は、 元1101型については1954年生、1201.1301型は1962年から1964年生になるが、広島電鉄ではすべて1963年生として扱っている。また、帯広告がある車両については、ライトベネチアンレッドのラインが2本、帯広告がない車両はラインが1本になっている。3000型は1時、 宮島線直通運用の主力車両として運用されたが、3700型や3800系、3900系の登場後は余剰気味になって、3900系の代替で3001が1992年に廃車された。その後は主に平日朝ら主時に限定運用されていたが、他の直通運用車両よりも高速域での加速が悪く、 直通運用車両では唯一常用ブレーキが空気ブレーキのみで電気ブレーキが装備されていなかったためにブレーキ1998年に市内線への移籍が決まり宇治那線で運用を開始した2016年8月現在は全編成線田車庫所属で2編成が朝夕ラッシュ時の1号線5号線で運行1編成は エバシャ古城中で8号線の平日朝ラッシュで1往復運用されている機器の老朽化が進み線形の導入が進んだ2015年7月に3005編成、3006編成が運用離脱して廃車となった。この2編成は廃車後同時に廃車された750系の一部とともにミャンマー国鉄に譲渡され3006編成は 3001として2016年1月10日よりヤンゴンでの運用が開始された。ライトアップ車両2002年11月撮影広島ドリミネーションの一環として3006号がイルミネーション電車として運転された。イルミネーションが点灯するのは夕方からで昼間は非点灯の状態で運転されていた。広島電鉄1300系電車は1976年に 西日本鉄道福岡市内線より広島電鉄に移籍し以前在籍していた路面電車車両である西鉄時代に9301系だった現在の3 0 0点三零零8号の AB 車の広島電鉄入線当初は紹介像で1300型として1976年1月に竣行し運用された千三百五 a b と千三百六 a b の二 編成が登場した。広電入線時に改造されたのは以下の点である。1981年に3 0 0 0千3 0 0零零八8 a a b 車に再改造されて消滅した。突起がない場合を除き、2019年4月現在の状態を示す30003000面ラッピング電車。ありがとうございます。